はい、どうも、聞く本です。今回のテーマは、もう少しいい加減に生きる。ご紹介する本は、ひろゆき、楽してうまくいく生き方。自分を最優先にしながら、ちゃんと結果を出す100のコツ。この収録で学べることは、ズバリ、楽してうまくいく生き方、4つのコツ。これをご紹介します。今回は、こんな人におすすめ。毎日仕事でもううんざり。楽して生きたい。けど、結果はそこそこ出したい。こういう方におすすめです。それでは早速参りましょう。ひろゆき、楽してうまくいく生き方。はい、早速著者のひろゆきさんのプロフィールを改めてご紹介したいと思います。ひろゆきさん、 YouTube とかで知ってる人も多いと思うんですけど、もともとは2チャンネル、ネットの掲示板2チャンネルだとか、あとニコニコ動画、こういったところでインターネット界を引っ張ってきました。で、まあ、その例えばホリエモンだとか孫さんみたいな実業家ってと比べるとですね、できるだけ働きたくない、ゆるく生きてる、こんなイメージを持ってる方が多いと思います。実際そうなんですよね。ゆるく、まあ、そこまで別に稼がなくていいっていうね、ストレスフリーな生活を目指しているひろゆきさんです。でけど、まあ、やっぱりストレスフリー、楽していきたいよって言いながらも、この2チャンネル、ニコニコ動画とか、あとは今 YouTuber としてもめちゃくちゃ活躍してるわけですよね。でこんな風に楽をしながらどうやったら成果を出せるかっていうマニュアル、コツが書いてあるのが今回のこの楽してうまくいく生き方っていう本になっています。早速ひろゆきさん流の楽してうまくいく生き方4つのコツっていうのを厳選して、本当はこの本の中に100個紹介されてるんですけど、厳選して4つ紹介したいと思いますので、早速参りましょう。1つ目、自分が何にストレスを感じているかを把握しましょう。はい、自分が何に疲れちゃうか、ストレスを感じるかって皆さん把握していますでしょうか。なんか最近疲れてんだよなとか、ああもう無理、疲れたって思うときって、やっぱり原因があるはずです。で、それは自分が嫌いなことだったり、疲れちゃうことに由来することが多いんですよね。人によってストレスを感じることって結構違いますよね。例えば、私の場合、人混みがめちゃくちゃ苦手です。だから通勤、朝の電車のラッシュとかもう乗れません、もう無理だから乗らないってね、自転車で通勤しています。まあ他にもそうだな、買い物にストレスを感じるとかね。買い物って結構皆さんストレスじゃないですか。スーパーとかでお醤油とかね、もう30本ぐらいいろんな種類があって、減塩とか何にしたらいいんだろうとかね、分かんないですよね。結構判断力、意志力を使って疲れてしまうので、私は買い物があまり好きではありません。スーパーマーケットもそうだし、まあ、洋服だとかね、靴とか選ぶのも疲れちゃうっていうのがあります。あとはまあ人によっていろいろあると思うんですけど、もう残業嫌だとかね、もう上司とのもうなんか人間関係嫌だとか、まあ、やっぱり人間関係にストレスっていうのが一番大きいんじゃないかと思います。はい、まあそれで自分が何にストレスを感じているかっていうのに、そこをね、把握することが大事です。そこが分かれば、まあ原因と結果じゃないですけど、その原因、疲れちゃう原因が分かれば、そのストレス、なるべくそこを避けるように生きれば、ストレスフリーに生きることができますよね。まあさっき紹介したように、人混みが苦手っていうことが分かれば、なるべく人混みには近づかない。休日の渋谷とかめちゃくちゃ混んでますよね。でだから行かないとか、でその代わりに平日に街に出かけるとかね、まあ、そんな感じで、あと買い物はなるべくしない、もうネットショップでこれだっていうのだけ買うとかっていう風に、その原因と結果で解決していけばいいんじゃないかと思います。はい、2つ目、楽してうまくいく生き方、2つ目いきましょう。全てはネタになると考えましょう。まあ、さっきね、紹介したようにストレスをなるべく遠ざける、そこから避けるっていうね、そうしているけれども、やっぱり仕事だとか人間関係でどうしても辛い体験とか失敗しちゃうことってありますよね。もうこれはね、しょうがないですよね。人間だものじゃないけど、もう生きていれば絶対失敗とか、もう避けられない事故みたいなものはあります。アクシデントね。でそんな時、もうこれどうしたらええねん、こんな辛い痛みみたいな思うと思うんですけど、もう全てはネタになると考える。やっぱりその人間的に魅力がある人っていうのは、失敗してたりとか、なんかね、その辛い体験してる人の方が魅力ってありますよね。もう俺はもうずっともう生きてきて、今まで成功ばっかりだ、失敗なんだそれ、そんな
文字、失敗の2文字は辞書に、俺の辞書にはねえなんて、そんな上司とか先輩いたら、うわーやだなこいつって思いますよね。それよりも、いや実は新人の時ちょっと大きな失敗しちゃってさ、とかって言ってくれる先輩の方が信頼感ありますし、あ、先輩も失敗したんだ、じゃあ新人の自分も失敗しても大丈夫だっていう風に参考になりますよね。まあ、そんな感じでやっぱり失敗とかっていうのはネタになるのでストックしておくといいです。まあ、その失敗、あ、全部はもうネタだ、もうだから失敗してもネタとして捉えようっていう風に考え方を変えることで、そのストレスを感じなくなります。あとは私の場合はやっぱりブログだとかこうやって聞く本で喋る活動をしているので、失敗談っていうのはすごい大切なんですよね。ブログネタにもなりますし、ここで自分は失敗しちゃったから皆さんはしないようにしましょうっていうふうに発信ができます。聞く本でもやっぱり聞く本の中で本の紹介、仕事のこととかね、あとプライベート、人間関係とかでもこういう失敗とかっていうふうにいろいろと具体例として喋れるので、あ、ネタになるなっていうふうに思っています。まあ、何でもね、ネタになるって考えるとストレスを感じづらくなるので、そういうふうに思うようにしましょう。3つ目、筋トレしておきましょう。はい、ひろゆきさん、楽してうまく生きるためには筋トレしましょうって言ってるんですよ。なんかネットのね、実業家だから運動とか筋トレとは全然遠いところにいそうな気しますよね。だけれども、でなるべくもうなんていうか、楽に生きたい人がですよ、楽に生きたい人が筋トレしましょうって言ってるんですよ。え？って思いますよね。まあけど、だからこそこのひろゆきさんが言ってるからこそ、この筋トレしておきましょうにはめちゃくちゃ重みがあるわけです。もう超ゴリゴリマッチョな筋トレ野郎がね、筋トレだ、人生は筋トレが大事だっていうのとはちょっと違うんですよね。っていうことで、なんでこんなことを言ってるかっていうのには一つ理由があるんです。で、それはやっぱり筋トレをしてムキムキの人の方が言うことに重みがあるというか、まあそのやっぱり人間生き物なので、ゴリゴリマッチョな人が、ね、言うことっていうのと、ヒョロヒョロで、あ、こいつ絶対弱そうだなっていう人が言うことでは、もう説得力、重みがあるわけですよね。まあ、例えばレストランに行ってなんかちょっと髪の毛が入ってたという時にも、まあ、もしね、ちょっとちょっとって言って店員さん呼んだ時にゴリゴリマッチョな人が来たら言い方変わりますよね。いや、これさ、髪の毛入ってんじゃん、おかしいよ。まあそういうふうに普通は言わないですけど、普通それぐらいのテンションでクレームを言おうとした時にも、ゴリゴリマッチョが出てきたら、いや、すいません、あの髪の毛が入ってたんですけど、みたいな感じでちょっと言い方変わりますよね。で、やっぱりそうやって人は見た目だとか、その人の持ってるオーラ、それに影響されるっていうのがあるので、楽して生きるためにはこれ筋トレしてムキムキになっといた方が実はコスパいいよっていうのがひろゆきさんの言ってることなんです。まあ、これはすごい説得力あるなって思います。私も最近筋トレハマってますけど、まあ、そういう効果というかね、やっぱり人は見た目に弱いっていうところで、筋トレに、はコスパいいなって思いますし、ここやった方がいいなって私も思っています。ひろゆきさんが言っててね、あ、やっぱりそうだよね、筋トレコスパいいよねっていうふうに思いました。最後4つ目、楽して生きるコツ4つ目いきます。声の出し方を学んでおきましょう。声の出し方っていう話がね、載ってるんですよね。これも意外ですよね。もう楽して生きるんだったら、まあネットゲームとかね、スマホとかなんかそればっかりで、え、声の出し方、そんなことやらないといけないのって思いますよね。けどひろゆきさん言ってるんです。声の出し方も筋トレと同じぐらいコスパいい。というか、筋トレってやっぱり見た目の問題だから、もう超腕立てとか腹筋とかしないといけないけど、声の出し方だったらもうちょっとハードルは下がるんじゃないのっていうふうに言ってます。で、声の出し方が大切なのには2つの理由があるんですね。1つはメラビアンの法則。これまあ有名ですけど、人が何かを話すときにどういったことに影響を受けるかっていうと、実はその人が話す内容は 7% しか影響を受けない。で、それよりもその人の声とか、声による説得力、あとは見た目の印象、視覚から来る情報、声がですね 38%、およそ4割で、視覚情報、見た目っていうのが 55%、まあ、約半分ということでね、もう声と見た目で
その人が言ってることの説得力にはほとんどそこなんですね。内容じゃないんだっていうのがメラビアンの法則なんです。でだからこそこの声はそれぐらい重要だから、まあ、4割ですね、4割ぐらい重要だから声の出し方は大切、学んだ方がいいよっていう話で、もう一つがエグゼクティブプレゼンスですね。エグゼクティブプレゼンス、これ私も初めて聞いたんですけど、これどういうことかっていうと、まあ、エグゼクティブシートとかありますよね。ちょっとなんかエコノミーシートよりいいシートみたいな感じで、まあ、社長とか部長とかこの上司に求められる、まあ、上司とかのこともエグゼクティブって言いますよね、のプレゼンス。プレゼンスは存在感なんですけど、その存在感、上司に求められるその能力とか存在感を表すビジネス用語がエグゼクティブプレゼンスなんです、まあ、要するに見た目とかリーダーシップ、全身漂う、まあ、ワンランク上の雰囲気とかオーラのことなんですね。で、まあ、やっぱり自分がね仕事をしていて、職場の先輩とかあと社長部長なんかが、あ、こんなやつが部長なのとか、え、こんなの社長なの、大丈夫うちの会社みたいな風に思うの嫌ですよね。でそれよりも、うわ社長かっけえな、なんかムキムキだし言うことすごい重みあるし見た目の印象もすごいやっぱりリッチな感じ、社長だ、いやさすが社長、自分も頑張って社長になろうみたいな感じの方がやっぱいいですよね。でそこでもやっぱり見た目と同じように声が大切で、声によって人は影響を受けると、エグゼクティブプレゼンスっていう意味でも声は大事だよ、まあ、だから声の出し方を学んでおきましょうっていうふうにひろゆきさんは言ってます。まあ結構ね、そのアメリカとかヨーロッパとかだとこのエグゼクティブプレゼンスっていうのはかなりもう浸透してきていて、上に立つ人っていうのは声の出し方とか見た目、存在感、オーラっていうのを気にしましょうねって言われてるんですけど、日本にまだそこまで入ってきてないですよね。社長なんだけれども全然身なりとかしっかりしてなくて、え、この人社長なんだ、あーあーあーみたいな感じって結構ありますよね。それだとまあ損ですよね。本当は能力あるんだったらちゃんとエグゼクティブプレゼンスで見た目とか声とかも、まあなんていうかな、見た目のねその印象っていうのを、そこを強化していくのが大事だよっていう話でした。はい、今回はひろゆきさんの楽してうまくいく生き方からですね、4つのポイントということでご紹介しました。まあ、なんか紹介すると結構このひろゆきさん楽にゆるく生きている感じがするんですけど、最後の方とかね、まあ、エグゼクティブプレゼンス、声の出し方、さらに筋トレだとか、意外と結構タフなというかね、そんな結構大変なこと言ってますよね。けどだからこそ、そんなね楽していきたいひろゆきさんが言っている、筋トレしなさい、声の出し方学びなさいって言ってる、ここすごい重みがあるなっていうふうに思います。まあ、楽して生きるためには筋トレと声の出し方、ここやりなさいよって言ってるんですよ。まあ、だからなんでかっていうと、それぐらいコスパがいいからなんですよね。他はそんなに無視してもいい、だけど筋トレと声の出し方はやっとけと。なぜならそれすごいコスパ良くて、そこだけやってれば人にすごい評価されるかっていう話なんです。まあちょっと振り返りましょう。楽してうまくいく生き方4つのコツ。1、自分が何にストレスを感じているか把握しましょう。2、すべてはネタになると考えましょう。まあ辛い体験とかね、失敗談もネタになるって思えば辛くないです。3つ目、筋トレしておきましょう。筋トレで見た目とか説得力が変わってきます。4つ目、声の出し方を学んでおきましょう。人のがね話すことっていうのは内容よりも声の良さだとか見た目、そこに影響されてしまいます。筋トレと一緒に声も鍛えておきましょう。はい、こんな感じでね、ひろゆきさんの本をご紹介しました。楽してうまくいく生き方っていうことで、まあ、この本ね、ベストセラー、ひろゆきさんのベストセラーの 1% の努力と被っている部分が結構あるっていうような口コミとかもあるんですけど、まあこの大切なポイントだけを押さえれば、あとは力を抜いていいんだよっていう、まあちょっとね、優しいメッセージが高いものでした。まあそのね、話っていうのは、まあ、いわゆるパレートの法則、全体の売り上げの8割は 20% の、まあ主要なサービスっていうのが生み出しているとかね。それとも被る話で、ちゃんとそこのポイントだけ押さえれば、あとは大丈夫っていうね、
そんな話なので、今回ご紹介した4つのコツっていうのをね、ぜひぜひ実践してみて、楽してうまくいく生き方、これをやっていきましょう。最近ね、筋トレだとか、あとは声の出し方、それはね、この聞く本の YouTube、スタンド FM での、まあ、やってること、鍛えることでやってるので、ひろゆきさんもね、おすすめだよって言ってくれて、嬉しいなっていうふうに思いました。ぜひぜひ、スタンド FM とか YouTube で配信してる人はね、声の出し方、やればやるほど鍛えられるので、頑張っていきましょう。まあ、こんな感じで聞く本ではビジネス本の要約を行っています。勉強好きな方、読書好きな方はぜひフォローしていただけると嬉しいです。毎回コメントもね、たくさんもらえるようになって嬉しいです。励みになります。いつもありがとうございます。それではまたお会いしましょう。聞く本でした。今日もありがとうございました。